ブルフテン・アムハルツは、ドイツ連邦共和国ニイーダーザク先州ゲッティンゲン群、にゾックス、マチソンである。エルビンゲローで、ハットルーフ・アムハルツ、ヘルデン・アムハルツと共に、ザムトゲマインでハットルーフ・アムハルツを構成する。ブルフテン・アムハルツ付近を流れるオーダー川、ブルフテン・アムハルツは、ハルツ山地の南端、ローテンベルクの北西端に位置しており、オーダー川が、東西に流れている。 最寄りの都市は、オステローデ・アムハルツ、ヘルツベルク・アムハルツ、ゲッティンゲンである。聖エニディーン協会ブルフテン・アムハルツは889年に、初めて文献に記録されている。東フランク王、アルグルフ,フ・ォンケルンテンがカーレフェルトやブルフテンを含む、リースガウを、ハンブルク・ブレーメン大司教、アーバルガールに、霊園として授けたという内容である。1502年。 聖エギ義ーン教会が当時の講演者、エトレンフォン・ハルデンベルクによって創建された。1567年、ブルフテンは政治上、ベルフ家のブルーベンハーゲン公領に属した。教会上のアムト・ヘルツベルクへの編入により1590年から1591年にルター派の宗教改革がなされた。1626年、ルッターアム・バーレンベルクの戦いの前に、 ティリー博は、ブルフテン近郊でオーダー川を渡った。30年戦争で集落の大部分が消失した。1756年から1763年の7年戦争では、聖英ギリーン教会の一部が破壊された。1807年から1813年まで、ブルフテンは、ベスト・ファーレン王国に、 1815年から1866年までは、ハノーファー王国に、1866年から1946年までは、プロイセンのハノーファー州に、1946年以後は、ニーダーザクセン州に属している。1868年12月1日に、鉄道のレトハイム・ヘルツベルク線が開通して、ブルフテンは、鉄道網に接続した。 ドゥダーシュタット・ブルフテン線は1889年10月31日に開通した。1933年にブルフテンでも国家社会主義の権力掌握が始まった。1933年7月7日の政令により民主主義の長議会議員はすべて失職した。この町は1945年4月10日にアメリカ軍第9軍により解放され、 ブルフテンにおけるナチ体制は終結した。1972年以降ブルフテンはザムトゲマインでハットルーフ・アムハルツの構成町村の一つになった。2004年10月1日以降、この町の公式な名称はブルフテン・アムハルツとなった。2016年11月1日にオステローデ・アムハルツ軍がゲッティンゲン軍と合併して以後、ブルフテン・アムハルツは ゲッティンゲン群に属している。ブルフテン・アムハルツの町議会は11議席で構成されている。ブルフテンには全国的に活動している2つの会社が本社を置いている。ブルフテンには鉄道南ハルツ線の駅がある。ライネフェルでブルフテン線は廃止されている。ありがとうございます。